ャード・ゲール投手がマウンド上。与えたヒットが2本、篠塚にレフトへ、クロマティにレフト線に補填の二塁打。初回にはワンアウト二三塁というピンチを招きましたが、しかし中畑、吉村を打ち取りまして無得点に封じています。3回の表の巨人はラストバッターの斉藤から。さあ鎌田さん、はい、この3連戦初日はジャイアンツが8対6、昨日も最初3対0とリードをしながらですね、タイガースの粘りにあってとうとう逆転負け7対4と。タイガースが1勝したことによりまして、この1勝は非常に私はこの先々のペナントレースの行方にですね、はい、大きな1勝だろうと思うんですがね。そうですね、はい、今までねこの1勝が大きいぞというふうなペナントレースにはいろいろ山があるんですが、はいはい、この1つ勝てば2勝ぐらいに値するというふうなものをタイガースはものにしとるんですね。そうなんですね、昨日の1勝なんか特にそうだと思います。そういうことですね、ピッチャー池田あるいは工藤ファームに落としてですね、はい、若い選手を入れてですね、まあ、その5月末6月初めというのはいつもタイガースがへばる時期なんですが、そういうことを吉田監督がうまく把握してですね、はい、息切れを防ごうというふうなね、貯金のあるうちに息切れを防ごうというふうな一つの対策だと思うんですよね。でファームで鍛えて上げてきたものは即使ってその活力を生かすと、今の若い人みこしばにしましても、あ、三塁手の掛布があらかじめ松本のこのバント作戦をなんか読んでいたような、うーんと前進してきます。今年はこのバントがね非常に多くなったんで、松本ね、そうですよね、それをうまく把握してましたね。これで2アウトです。はい、それでまあそういうことで若い人をですねある程度つなぎというふうに、それとまた育てるという両面作戦でですね、はい、うまくこう活用して、まあ少子の黒星は覚悟というふうな意味でね、貯金を利用してうまくこう使っているというふうなことがありますね、感じます ね、 そういうことですね。ですから息切れは案外、今までのようにないんじゃないかと、うん、はい、いうふうな見方をするんですかね、はいはい。先ほどヒットの篠塚が今日早くも2回目の打席に入っています。3回の表、しかし2アウトです。今日この甲子園へ参ります電車の中でね、はい、たくさんのファンがやはり電車も満員なんですけれども、その中で大きな声で友達同士で話をしておられる会話の中にこんなのがありました。昨日の1勝は大きいぞ、これで8月までは絶対大丈夫だなっていう、こんな声が聞けたんですよね、まさにそんな感じはしますね、いやいや、ファンの方はその方、なかなか見通しされてると思うんですがね。そうなんですよね、ですから今の状態はですね、はい、そういうふうに冒頭で言いましたが、いわゆる膨りになっているような、貯金が膨りになっていっている、いくだらめ式に増えていっているというような感じでね、はい、このゲームを落としてもいいというふうな監督自身も思ってるんじゃないかと思うようなものがそうなっていくんですね、はい、そうなんですね、しかし今月この甲子園でですね、はい、今度は下旬にもう一回、月末に近いところでもう一回あるんですよ ね、 そうですね、この3連戦がね。ですから 6月前半のこの甲子園での巨人戦、後半のまた巨人戦と、これは今年のペナントを本当に先々占うに十分な大事な3連戦、3連戦になりそうです。さあ当たり損ね、ボテボテですよ、はあ、フェアになりました。最後スリーフットラインの真上をコロッと転がって、最後スッとこのインフィールドに入りました。さあそのあたり見てください、一旦ちょっとファールグラウンドで出るんです、そしてスリーフットラインから最後ポンとインフィールドに入ります。これは篠塚フン、タイガースラッキー。3回の表ジャイアンツ0点、1対0、バースのホームランで1点リードでやります。3回の裏タイガースの攻撃は1番ライト真由美。六甲山上の夕焼けです。さて西日本の各地は季節外れの上天気が続きまして、今日の日中の最高気温は神戸の 29.3 度をはじめ30度近いところが多くなりました。
しかしこの天気も明日の午前中あたりまでが峠で、その後は次第に雲が厚くなってきます。そして明日の夜は各地で雨が降り始め、明後日の土曜日にかけては相当風雨の強まるところが出てくるでしょう。なお明日は昨日今日ほど気温は上がりませんが、蒸し暑さが加わってきそうです。現在南西の風が 4.6 メートルです。気象台からの発表が、西日本の各地が季節外れの上天気が続き、今の阪神と同じようなそんなような感じもするんでありますけれども、しかし明後日の土曜日が相当風雨が強まるという。さあライトの前がワンバウンドヒット、やっぱり打たれた球はコースが甘いですね。甘いですね、まあ、最多の場合は微妙なコントロールがありませんけれども、やや開き気味ですけども甘いですから打てましたね、はい、昨日から前にはね、この広田とともに外角ばっかり攻められてるんですよ。そうなんですね、ちょっとこうためがなかったんですけどね、あのぐらい甘いと持っていけますね、はい、さあ広田がどんな役割をこの打席で果たすか。三塁手は前進浅い守備です。後にはバース掛布が控えている阪神タイガース。今年もいいつなぎ役を果たしています。おっとバントはファウルです。まあこのケースではバントで送ろうとヒッテナカウントによってですね、はい、ヒッテナの持ち込もうと、どっちでもいいと思いますね。はい、そうですね、広田ならどっちでもこなせますし、ただ相手を強つぶというふうな作戦からバント失敗の後、はい、監督は現役時代なんか私とよくやりましたが、失敗の後ことってエンドランをやるんですが、ね、なるほどなるほど、今年まあそういう作戦も取ってましたけれどもね、はい、相手の気をつくというふうな意味でね。ライト側のスタンドはお客さんがほとんど総立ちで、黄色いメガホンを振りかざしての応援が続いています。見てください、ほとんど全員が手に手に黄色いメガホンを持っています。広田が2つファウルを失敗しました。バットを2つ失敗してファウルです。一枝コーチのサインを伺うバッターの広田、まあ、ボールを一つなんとかして広田が選ぶべきでしょうね、はい、粘るべきでしょう。私はスリーバントはないと思ったんですがね。バース登場、そのバース選手の談話です。打ったのは外角のシュートボール、ホームランは名古屋球場の中日戦以来、そういえばあの日もうちのマウンドはゲイルだったね。別に彼の援護射撃なんて特に意識はしていないけれども、こういうバースの談話です。中4日置いて5日ぶりにホームランが出ましたバース。そうですね、バースはああいうふうに今ベースを離れてたってますがね、はい、ああいうふうにインサイドのカーブで、あるいはストレートでボール一つぐらい外してファウルさすんですね、はい、その後低めに沈むボールが、ボール二つぐらい低いボールがあればいいんですけれどもね、そうなんです。遠藤なんかに、ね、インハイの高めとフォークボール、こういう攻め方があればいいんですけども、ただ斉藤の場合はね、そのボールがないですから。そうなんですね。今度はレフトの前です。レフトの松本が取りました。これで2アウト。しかしバースは取りましたが、今度は掛布です。しかし今のタイガース打線、バース、掛布、そして岡田と
もうマウンドに立っているピッチャーはその息を抜く息をつく暇がないんですね、まあ、バースの3本は成功しましたが岡田の成長があるからね。そうなんです。ランナー走ります。キャッチャーボールを投げると、取っただけ。前見盗塁成功。ここで例えば掛布を、下手投げですからね。今シーズン4つ目の盗塁の成功、真由美。これでワンヒット出ればもう1点追加しようというタイガース。現在バースのホームランで1点リード。だからこの辺のバッターになると、さっき鎌田さんおっしゃったように、いわゆるストライクのカウントは稼げても最後勝負できる球がないわけですね。そうですね、特にこの斉藤の場合は。そうなんですね。ここからが問題ですね。はい、ツーナッシング。キャッチャーが遠く外しています。シュートを落とす場合でも、鍵の場合は今ね、状態が低めのボールに非常にこうついていきますから、はい、やはりボール気味に落としていかないとちょっと引っかからと思いますね。ツーワンです。これはバットスイング。三塁塁審の柏木がパッと手を上に上げました。これはスイングをどうやら取られました。さあ見てください。これはいいボールですね。あ、もうバット振っちゃいましたね。はい、スイングアウトの三振に倒れてランナー二塁、真由美残塁。3回の裏阪神は0点ですが、3回終わりましてバースの第17号ホームランで1点先行のナイター速報です。横浜の太陽広島は太陽が1回の裏1点を挙げまして2回までリードです。それから川崎のロッテ阪急、3回の表まで0対0。日生の近鉄南海は南海が初回に門田の11号スリーランが出まして3対0と2回の表までリード。平和大日本ハム西武は1回の裏に日本ハムが1点を取って1回まで1回を表裏終わって1対0と西武をリードしています。さてクロマティから攻撃が始まる4回の表のジャイアンツ。打率は3割5分2厘と高いんですが、バッティングそのものの調子はあのシーズン開幕当初のすごい勢いはありませんね。そうですね、いや集中力が鈍ってますね。そうですね、ワンツーです。3割8分台の打率を維持しようということは ね、どんなバッターでもちょっとこう難しいですよね。そうですよ、まあ、3割3分から5分、はい、5分でも大変でしょうね、3、4分ならね。そうなんですね。まあ、昨日あたりでもヒット出てますが、今までの集中力とはちょっと違いますね。はい、そういうことですね。この人はもう打ち出すとね、はい、本当にもうなんていうんですか、手がつけられないほど打つんですがね。まあ普通気持ちが、形が6、気持ちが4ぐらいでしょうかね。はい、そういう比率のなんですがね、バッターというのは。しかしこの人はもう気持ちが8ぐらいいってるんじゃないかというのがね。今日はしかし触れてますね。昨日あたりちょっとまだねヒットを打ってますが、足から出て腕が後で出てきて振るという感じでなしに、手から先出てしまってるという、いわゆる打ちに行ってるというふうな感じが ね出てるんですけれども、クラウチングスタイル。センターへ広田、ちょっと抜きました ね、チェンジアップですね。そうですね。これでワンアウト。
巧みなピッチングを披露するゲイル。そうですね、今日はこのチェンジアップを小窓あたりにも投げてますね、なかなかあの軌道の組み立てもいいと思いますね。バットの上っ面に当たりました。バッターが中畑、3割4分5厘。しかし最近のこの各バッターのね、はい、入ってきた時のこのアベレージを見ますとね、はい、カマスさんたちが現役でやっとられた当時から比べるとみんな何か5分ぐらい打率が高いんじゃないですか。高いです ね、センターへ、これも深いセンターフライ。昔は3割に届いたら大打者って言ったんですが、最近は3割1、2部ではベスト10の中に入れなかったですもんね。私も現役の後半の頃ね、47年までやりましたがね、44年、5年ぐらいからね、はい、1チームにそれまでは1人嫌なピッチャーがおったんですね、はいはい、嫌というかもうすごいピッチャーが、ところが44、5年頃からそういうピッチャーがもういなくなりましたね。そうですね、ここの終盤先生方終盤の 2,3 年はね、これというピッチャーはもういなかったですね、そんな感じがありますね。まあ、それと王選手が現役を引退する頃、来た頃でしょうかね、はい、そのボールバットというものが比較的いいものに改良されてきて、飛ぶ野球、はい、点数が入る野球というふうにちょっとこう変わってきたような感じがしますよ。ワンエンドワン、今のファンの皆さんは6対7、5対6ぐらいのゲームを一番楽しいというふうに言われるんじゃないでしょうか。そうですね、そう思いますね、投手戦なんていうのは野球の試合じゃないみたいな、思われがちですね。ワンツー。しかしこの淡々と投げている中にゲイルのピッチングにはやっぱり味がありますね。ありますよ、なかなかその相手の顔というもの、技術というもの、はい、特徴というものを覚えたときに、やはりゲイルのピッチングというのは僕は生きてきそうな気がしますね。そういう感じがしますね、まあ、普通の外人ピッチャーというふうなイメージを持ちますと、はい、顔とか特徴を覚えたときにかえってこう悪いんじゃないかというふうな、ね、うん、感じを受けるんですけれども、ゲイルの場合はその逆手を取れるようなピッチャーじゃないかというふうな気がしますね、はい、そういうことですね。2-3、長いサインでしたが、うなずいて、とにかくヒット2本、フォアボールはまだ許していないゲイン。ジャイアンツ初回にワンアウト2、3塁という絶好のチャンスを迎えながら、中畑サードゴロで篠塚本塁アウト、吉村ショートゴロに倒れまして無得点に終わっております。それ以後は三者凡退。あの高めのボールがね、ゲイルが身長があるばっかしにね、どうもこう打者としてはこう押されてるというふうな感じを受けますね。どの打者を見ましても、他のチームの打者を見てもそう受けますね。詰まってセカンドゴロ、ランニングスロー。2回3回4回三者凡退でジャイアンツ1回も0点、そして4回まで0点。1回の裏にタイガース、バースの17号ホームランによる1点、4回の表終わって1対0リード阪神です。さてバッターボックスは岡田です。1点リードのタイガース、しかし斉藤も2回3回とタイガースを抑えまして、まだ得点はわずかに1点しか入っておりません。完全に3日間超満員の甲子園球場、打ってセンター前、ノーアウトランナー1塁です。
斉藤のすぐ横を抜けていきます。スライダーを打つね、あれがいいですね、はい、そうですね。スライダーはね、なかなか右へね、追っつけられないんですよね、センターからショート方向へこういうの持って運ぶ方なんだ方がいいんですね、はい。しかしまあピッチャーとすればグラブに当てるね、はい、当ててくれないと困る打球ですね今のはね。そうですね、はい、いいピッチャーだったらやっぱり取ってますでしょ。でしょう ね、ノーアウトランナー一塁でバッターが佐野です。まあこの辺はカウントによってうまく一三塁にしたい、はい、形にしたいところですね。回になりますからね、大きくチャンスを広げないといけない場面ですからね。しかしタイガースではこの岡田が今シーズンあの走るタイガースをなんか象徴するようにこの人が塁に出ると、ね、あの吉田監督は非常にあのエンドランのサインを多投したりね、足がいいですよ今年は、ね、そうなんですね、かつてその足の故障のために二塁に回ったと言いましょうか、一塁に一時はコンバーったなんていう風な話まであったぐらいです。あるいは外野へという風な話もあったこの岡田なんですが、今年はその心配された足を大いに生かします。今年の岡田のいいのはもう足が全てです。そうなんですね、キャンプからそうですかね、守りを重点的にねしっかりやって足腰を鍛えてますね、はい、で彼の場合は耐えられる選手ですからね、はいはい、もうヒップ腰回りが1メートルもあるというふうなね大きなお尻をしてますし、これが平田あたりだとそこまで練習量は耐えられないんですがね、へばるタイプなんですが、はい、ランナー走るライナー、あっとこれはしょうがない、やはり岡田佐野で吉田監督はランエンドヒットを転びました。しかしこの正面行ったらもこれはしょうがないですね。ちょっと当たる瞬間にね押されたという感じがありますね、はい、ちょっと若干そうでしょうね、シュートでしょ、そうです、はい、ですからポイントもう一つ前なら、2つぐらい前ならセンター行くんですが、そうなんですね、ややこう押されたという感じ、はい、昨日来ねちょっとこう佐野がね前に突っ込んどるんですね、はい、その辺の影響が今正面についてしまうということになりましたね。そうなんですね、平田です。まあ、下手投げの近めというのは上手投げから来るようにワンポイントこう前というふうな感じでないとね、うん、そうですね、特にヒッテンダラの場合はね、はい、ストレートはだいたい134キロあります。ピッチャーの斉藤です。これも詰まりました。結局3人で終わりました。4回の裏タイガース、非常に速いテンポ、ゲームが始まったのが6時21分、今その21分を少々回って1時間で4回を経過しました。4回を終了、バース17号ホームランによる1点のみ。